皆さんこんばんは。こんばんは。ララポート東京ベイがお送りするライブ動画チャンネルミズショップライブ、本日はビーミングライフストアバイビームスララポート東京ベイ店からお送りしています。本日天の声を担当しますビーミングライフストアバイビームススタッフの須藤です。そして本日このライブに参加するのは同じくスタッフの森下と宮内、そして今回ゲストにはインフルエンサーの水野さらやさんにお越しいただいてます。ありがとうございます。それでは自己紹介を森下さんからお願いします、はい、スタッフの森下です。よろしくお願いします。お願いします、はい、スタッフ宮内です。よろしくお願いいたします。水野さやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日はビーミングバイビームスのおすすめアイテムと春のお出かけにぴったりのコーデを皆様にご紹介したいと思います、はい、ライブの後半には水野さんにこれからご紹介するアイテムを使って実際にコーデを組んでいただくので、うん、ぜひ最後までお見逃しなく。早速ですが水野さん、春服で気になるアイテムありますか？でも一気に暖かくなったのでやっぱり薄手のトップスがすごく最近気になるなっていう。確かに今日まさにありますか？たくさんたくさんありますか？はい、してますので楽しみにしててください。それでは、始めていきたいと思います、はい。ミズショップライブではこの動画を見ながら気になった商品をそのままご購入いただける便利なライブ配信となっております。皆さんがご覧になっている画面内のカートボタンを押すと、ご紹介するアイテムが表示されます。各アイテムの購入ページボタンをクリックしますとそのままご購入いただけますので、気になった商品があればぜひ見てみてください。すごい、めちゃめちゃ便利ですね。そうなんです、そのままご覧いただけるようになっています。またライブ配信中にもっと近くで見たい商品のここが見たいなどの質問があればリアルタイムでできる限りお答えしますので、ぜひコメントで教えてください、はい。また紹介したアイテムがいいなと思ったら画面内にあるハートボタンもあるのでぜひたくさんクリックしてみてください。コメントはログインしなくてもできますのでお気軽にコメントしてみてください。はい、お待ちしております。コメント待ってます。コメント早速来てますね。ありがとうございます。めちゃくちゃ来てます。ちょっと緊張してて読んでなかったです。ちょっとめちゃめちゃ来てました。全然拾ってください。水野さん、ありがとうございます。楽しみにしてました。こんばんは。こんばんは。かわいいハート。かわいい。かわいいです。待ってましたっていう。ありがとうございます。よかったです。さくらさんが綺麗な人がいるっていう。そうなんです。私のことですかね。大丈夫ですか、ね、もちろん。水野さんが本日いらっしゃっていただいてますので、最後までぜひ楽しんでてください。はい、配信の最後にはあのお得なキャンペーン情報もありますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、はい、お願いします。お願いします。コメントどんどん待ってます。はい、お待ちしています。はい、それでは早速いきますか。はい、では、はい、はい、お願いします。今回じゃあトップスから。トップスから。はい。で皆さんよろしかったでしょうか。はい、水野さんが気になられてるということなので。すごい気になってます。はい、楽しみです。ではぜひ。はい、はい、お願いします。はい、まず紹介しますのがこちらのビーミングバイビームスオリジナルのドロップショルダーボートネックカットソーになりまして、はい、こちらが一見こうシンプルなボーダーって見えるんですけど、うんうん、左腕のピッチがちょっとこう分かりますかね、他に比べてちょっとこう太めになっているので1枚でこう着てもこなれ感が出る、可愛いといただきました。可愛いです。1枚になっています。で素材感もこれコットン 100% で、でこれあの実は水野さんお子様いらっしゃるって伺ったんですけど、あのキッズサイズも展開ございまして、可愛いんですよね。可愛いんですよ。お揃いだ。そうなんです。お揃いでぜひ着ていただきたいアイテムになります。キッズだと4色あります。いいですね。実は配信前にかけてたじゃないですか。うん、水野さんちょっと知っていただいてて。あ、そう。あのもう今日カートの部分をチェックしてから来た。ありがとうございます。これ親子で着れるやつですよねっていうふうにお話をしました。さすがと思って。ありがとうございます。してくださってありがとうございます。もともとあれですメンズのアイテム。あ、そうなんですよ。あ、そうなんです。じゃあメンズもあるんですか、ね。あ、メンズの商品になっていてこちらが実は家族で着られる感じですね。そうです。レディースもこうユニセックスでこう着られる1枚になっていて、サイズ展開も S サイズから XL まで
で身幅も結構ゆったりしたサイズ感になってるので、うんうん、本当にお父さん、お母さん、うん、お子さん、うん、もう本当にファミリーで着ていただけるような1枚になっております。ちょうどあのコメント来ております。かなりオーバーサイズなのかな。あ、ちなみに、はい、あ、水野さんじゃあ、うん、ぜひ当てていただきたいんですけど、はい、こちらが S サイズの商品になってまして、はい、これで私153センチなんですけれど、これぐらいですかね。結構たっぷり着れる感じですね。そうですね。お揃いで着れるの素敵とコメントもいただいてます。ありがとうございます。首周りが結構こうゆったりはしてるので、はい、なんかなんか着てもいいですし、確かに。水野さんぐらいだったら S でもう十分かなと、はい、そうですね、153センチ。ちょっとそれだけとかやっぱメンズのアイテムなので、うんうん、長めなのでレディースの方が着用するときはちょっと一つ持っていただいたりとかで、うん、でも全然あの自然な感じで着ていただけると思うので、うん、ちょっとこの大きめな感じもまた可愛いですよね。逆に可愛いですよね。長かったりするのもさらっとパンツとかで合わせるだけでもこのピッチがすごい効いてるので、うん、こなれ感が出てます。はい、ありがとうございます。結構今日実はボリュームがあって、ね、どんどんいきますか。どんどんいきましょう。はい、じゃあ続いてのトップスが、はい、宮地さん、はい、お願いします。こちらですね。スイードニットベスト。コメントいただいてたのだけなんですか。すいません、はい、片腕だけ違うのおしゃれと。ありがとうございます。じゃあ次行きます。ちょっと全然雰囲気変わるんですけど、こちらのツイードニットベストになっておりまして、あのニットベストなんですけど結構今年ツイードトレンドだと思うので、よく見ますね、うん、多いですよね。でそのツイードのような雰囲気の編み地のニットベストになっていて、ツイードに比べるとちょっとこう生地感も柔らかいのでさらっとこう取り入れやすいかな。あ、そうですそうです。結構デニムとかカジュアルな感じでも着ていただけるようなツイードアイテムになっていて、デザイン的にも前にこうポケットがついていてゴールドボタンがついているのと、あと袖の部分とか裾の部分がフリンジがこうあしらわれているので結構もう主役になるようなニットベストになっています。でサイズ感もあのレイヤードしやすいようにオーバーサイズになるので、うん、なんかそれこそ先ほどのボーダーのロンティーとかにあえて合わせていただいたりしてもすごい可愛いかなと思います、うん、おしゃれですね。可愛い、ツイードとか、ツイードすごい好きなんですけど、どうしてもちょっとコンサバみたいな感じになりがちだなって思ってるので、こういったなんかちょっとカジュアルに着られるツイード、しかもベストとかだったらね、よりちょっと普段にも着られていいなって思います、うん、すごい可愛い。そうなんです。マッサージとかとも合わせても可愛いですね。そうですね、うん、可愛いです。すごい取り入れやすいと思います。ありがとうございます。ツイード可愛い、会社にも着ていけそうとコメントいただいて、全然ありだと思います。本当にパンツとか合わせ方次第で雰囲気変わると思うので、はいはい、コメント、あら、サーヤンとコメントいただきました。さすがでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では次行きますか。はい、次、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、ありがとうございます。次がこちらのタートルネックニットになりまして、うんうんうん、お色ブラックとホワイトの2色なんですけど、それこそさっきのツイードのニットベストの中に着ても、はい、間違いないです。確かにセットでと言わんばかりの、あ、分かりにくいかもしれないですが一緒に着ていただいても、うんうん、可愛いんですよね。可愛いです。こうリブ編みになってるので、ちょっとこう体ボディラインにこうフィットするような形にはなるんですけど、本当にインナーでもいけますし1枚でも着ていただけるので、春先に万能な1枚ではないかと思います、うん、なんかそのタートルで水野さん着てるワンピースの中に、ああ、ナイスアイディア、ね、いいと思います。良さそうな感じですよね。なんか時期的にちょうど今の時期とかでしたら中にこういうのレイヤードしていただくと、うんうん、ちょっと寒いですもんね。春服着たい気持ちもいっぱいあるけど、寒い時とか中に入れたいですね。ちょうどこう調節にちょうどいい一枚になってます、はい、この中から多分水野さん最後にコーディネート組んでいただくので、ああ、そうですよね、そうなんですよ、考えながら、ぜひ、はい、イメージしながら、よろしくお願いします、はい、楽しみです、うん、では、次、はい、行っちゃいますか、はい、もうどん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 ハイペースで、ハイペースで、ハイペースで行っちゃって大丈夫ですか。コメントとかもしあれば、あれば気になることあれば、ね、はい、コメントありがとうございます。
ワンピースにタートルネックいいですね。ありがとうございます。ミミンさん。間違いないですよね。ニットもう少し近くで見たいです。生地感がわからない。あ、ニットすいません。多分今のそれかな。ちょっと白が飛んじゃってる可能性があるので。黒の方がわかりやすかったりしないですか？するかもしれません。あ、白。どうでしょう。どうですかね。今でも見えてるかなと。ちょっと薄手の感じで、ね。はい。はい。なんかリブの感じも細かいので、すごいすっきり見えると思います。ありがとうございます。はい、伝わったでしょうか。伝わってると思います。リブの感じもめちゃくちゃ見えてます。あ、見えました。あ、よかったです。ありがとうございます。では、次いきますか、はい。気になる商品あったらどんどんコメントいただければ。はい。お願いいたします。トップス最後ですね。はい。おっと。はい、ありがとうございます。オーガニックオーバーシャツになっていて、もう商品名のそのまま商品名のそのままオーガニックのコットンを含んだ素材のシャツになるので、結構肌触りとかもすごい良くて、ぜひ触ってみてください。柔らかい生地感になっているので、じゃあもうピンクが可愛すぎて絶対似合います。あるらしくて、はい、水野さんならなんかピンクのシャツどうやって着るとかありますか？でも結構このオーバーというか長めで大きめなので、前だけにしてパンツかな、私だったら。でもちょうどいいですね、ピンクだとこう女性らしい雰囲気になるので、パンツとかですとバランス良さそうですね。春は着たくなりますよね。ピンクされますよね。素敵です。なんならもうオーバーサイズなので、それこそ今着られてるようなワンピースの上に羽織としても使っていただけるので、結構万能だと思います。そうですね。あ、ちょうどコメントいただいてます。どんな時に着たいですかと。どんな時？お花見。お花見ですよね。やっぱり桜の色と。可愛いです。させて。確かに花見めっちゃ素敵です。花見ですね、やっぱり。めちゃめちゃコメント来てます。ありがとうございます。ピンクいい感じですね。ピンクの可愛いけど下はどんなの合わせたらいいのかしら。色味とかいかがですかね。でもデニムも可愛いですし、白パンとか黒パンでも可愛いですよね。王道のね、こう何でもいけるようなアイテムかなと。可愛いピンク、これからの季節にぴったりと。めちゃくちゃコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、トップスは、トップス編は以上になります。以上で、ここからこのトップスを使って最後に、はい、コーディネートを組んでいただくので、皆様最後まで見ていただければと4つありましたか。はい、では次、アウターかボトムスかっていう感じなんですけど、はい、どっちがいいとかありますか？どっちか、でもどちらにしろ両方すごく気になります。そうですね。コメントでぜひ皆さんに聞いていただけたら嬉しいです。ボトムス、アウターどちらか、まあちょっと来ないのでじゃあ、アウター残しのボトムスからいきますか。そうですね、この流れ的に、はい、では、では、ボトムス、お願いします。こちらですね、こちらですね。はい、ボトムス1点目はこちらの、サムシングとビーミングバイビームス別注のリッサーヴィンテージフレアデニム、かわいい、なっておりまして、インラインのリサヴィンテージフレアデニムの素材を別注にした、素材別注のものになっております。結構こうフレアなデザインになっているのと、ややこうハイライズなので、着ていただくと腰の位置上がるので、結構スタイルアップにつながるような形になっていて、でちょっとポイントがここの後ろの部分に革のラベルがついているので、なんかバックデザインもちょっと抜かりなく、なんかデニムなんですけど、それこそさっきのシャツとかでちょっと綺麗めに合わせていただいたりしても、それこそ馴染みやすいかなと思います。水野さんさっきこうインして着るっておっしゃってたんで、このスタイルがめちゃくちゃ可愛いですね。可愛いですね。可愛いですね。春っぽい。コメントありがとうございます。紅茶さんありがとうございます。なんか綺麗な人いるっていう。水野さんです。定期的に気づいてくださっていただいた方がやっぱりコメントいただいてます、ね。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ちょっと時差なんですけど、ボトムスでっていうコメントいただいたので、よかったです。よかったです。はい。ピンクのシャツに白いパンツとか合わせたいと、先ほどのピンクのシャツのコメントが
こっちでも可愛いですね。はい、ねえ、うちの色も可愛い。あ、皆さん、いい組み合わせとコメントいただいています。よかったです。ありがとうございます。本当に、なんかちょっとウォッシュ加工になっているので、このヴィンテージ感が。生地を変えてるっていうのは、柔らかくしてるって。あ、柔らかくなっていますね。そうなんですね。よかったら、触ってみてください。あ、本当だ。デニムって結構硬い印象がありますけど、うん、そうですよね、本当に柔らかい。そうなんですね。結構もうあのサムシングのブランド自体、あのレディースのブランドなので、本当シルエットすごい綺麗で、履いていただくとより足が 1.5 倍 1.5 倍長すぎません？大丈夫です大丈夫ですか？ 1.5 倍に長くなるの巨人ですよね。巨人になっちゃいますね。勢いでね、勢いで、はい、嘘じゃないです。パンツです。嘘です。です。それでは、はい、はい。そんな感じで次。次行きます。ますか、はい。では次が、はい、先週見てくださった方はもしかしたら知ってる商品にはなると思うんですけど、こちらが、こちらも別注商品になってまして、ビーミングバイビームスとグラミチのコラボアイテムになります。こちらがサイドポケットスカートになりまして、うん、まあ、名前の通り、はい、サイドポケットがサイドにポケットがついてて、うんうん、とウエストも。ちなみにコメントいいですか？読んでも、あの 1.5 倍はすごい、わら 1.5 倍素敵、 1.5 倍素敵、すごいと。ちょっと盛りま、盛りすめちゃめちゃコメント来てます。ありがとうございます。意見も来てます。可愛いですよね。スカートのサイドポケット、はい、スカート、別注サイドポケットスカートになります、うんうん、でこうウエストゴムになってるので、すごい動きやすい、履きやすいのと、うんうん、それだけじゃなくてもここジップついてるんで、うんうん、着脱の時はここでこうやっていただくとスムーズに、はい、いいですね。水野さん、スカートとかってどうですか？履けます？履くんですけど、はい、なんかちょっと今年こういったちょっとカーゴっぽい感じが流行ってるじゃないですか、うん、はい、今までトライしたことがなくって、うん、ちょっとどういったトップスを合わせたら可愛いのかとか、うん、靴はとかっていうのがすごい気になります。ちょっと取り入れたいなってすごい思ってるんですけど、難しいアイテムだなっていうのが私の中であって、ちょっとミリタリーっぽいテイストのアイテムってどういうトップス、うん、また靴がいいとかありますか？靴はでもスニーカーが定番ではあるかなと思います。テイスト的にはそうですよ、ね、スニーカーでカジュアルに振り切っちゃうのが間違いない合わせではあるかなと思います。トップスの方は今だったらスウェットとか時期的には合わせていただいてもいいですし、確かに形自体はこうちょっとこう台形に広がるような本当にすごい綺麗なシルエットになっているので、シャツとかなんか、あとデザイン的に前スリット結構深めに入ってるんですよ。本当だ。なのでなんかそんなに抵抗なく、そうですね、ちょっと女性らしさがあって、ね、意外とそれこそシャツにもう下パンプスとかでミックスな感じで履いていただいたりすると、なんか普段こういうミリタリーっぽいの着られてない方は取り入れやすいような気がします。ありがとうございます。やってみたい。意外と合わせやすいですよね、うんうん、お色も、はい、お色も3色ですね。ピンクが、ピンクがあるんですよ、ね、やっぱピンクがやっぱ今年はピンク、ブラックとアイボリーの3色ですね、うん、あ、コメントありがとうございます。身長低くても着れますか？とコメントいただいてます。サイズ SM2 サイズあるんで、はい、身長低めの方は S サイズ選んでいただくと、はいはい、結構長めの丈感にはなるんですけど、水野さんちょっと、はい、もしよければ、はい、私が153cm。 あ、でも良さそうですね、うん、そうですね、あの下につくとかはないと思います。スニーカーでも合わせられるような丈感だと思います。いいですね。あ、また足長く見えるのかなとこれも形すごいですよ、さっきまさかの 1.2 さっきのがすごいんですよ1.2 なんですね。ありがとうございます、うん、似合いそうな感じが、ね、でも、はい、なんか、まあ、ピンクもすごい可愛いですけど、うん、ブラックとね、アイボリーの合わせやすさはあるかなって。確かにそうですね、うん、ちょっと初心者なのでなんかそれでレザーとかでちょっとマニッシュな感じというか、クールな感じも良さそうな、ナイスアイデアです、うん、さすがそろそろ似合いになりそうな気がします。さすがですもう次から次への合わせ方が出てきて勉強になります、はい、まあ、コメントたくさんいただいてます。猫さん、ありがとうございます。
スリット深めに入ってると自転車乗れますね。あ、本当ですね。確かに自転車乗られる方も大事ですよね、自転車。お子さんの送り迎え。そうですね、送り迎えとかあるとありがとうございます。分かりやすかったですとコメントもいただいてます。天の声さすがです。ありがとうございます。自分で拾う。自分で拾っちゃいました。では、ボトムスが次で最後、はい、ラストです。途中から見ていただいた方、今あのアイテム紹介してるんですけど、最後に水野さんが、はい、アイテムを使ってコーディネート組んでくれますので、ぜひお楽しみ、ぜひ最後まで見ていってください、はいはい、ではボトムス最後、こちらですね。あら、柄銀ガム&ドットフレアスカート。銀ガム&ドットフレアスカート、全部一応全く同じ形になるんですけど、うん、3色ともそれぞれ柄違いになっているので、いい絵ですね。それぞれ安いですね。で、形はこう前にこうギャザーが施されているので、結構インしてきていただくとすごい、あの形が綺麗に出るかなと思います。でも全然アウトで着ていただいても、なんかそこまですごいボリューム感があるってわけではないので、割とこうストンとこう落ちる形なので。そうですね。でコメントいただきました、はい、水野さんコーディネート楽しみと。ありがとうございます。2人の方からコメントを今いただいてまして、ギンガムチェックスカートめちゃくちゃ可愛い。可愛いですよね。なんか子供っぽくないというか、形のおかげですかね。子供っぽさがなくって、ちょっと大人っぽく着られるギンガムチェックですごい可愛いですね、うん、まさにそうですね。なんか水野さんおすすめの色とかありますか？なんか、あ、でも早かったですね。でもそうですか。いや、私はごめんなさい、ドットが。あ、ドットでした。あ、ドットなんですね。ドットが気になる。可愛いな。でも可愛いですよね。でもこのこっちのギンガムチェックの色の合わせも可愛いですよね。ネイビーとこのキャメルの色味がすごく可愛い。どれも、うん、良さがありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。可愛い。可愛い。お揃いにしたら可愛いですねと。お揃い。そうね、そうですよね。確かに色違いで、なんかさりげない感じになりますよね。実はお揃いでしたみたいな。あ、近くで生地見たいですと。ありますか。近くで。今日はいつもより画質が、そうなんです、はい、非常にいいので見やすいかなと。嬉しいです。ちょっと張り感のあるコットン素材になってますよね。そうですよね。T シャツ1枚でも良さそうですね。あ、全然大丈夫です。うん、曲がり角とかでちょっとこうふわっと揺れるぐらいの生地感。曲がり角。曲がり角。ちょっと曲がる時に。普通に歩いてる時じゃなくて。あ、コメントありがとうございます。裏地ついてますか？裏地はなしになってます。裏地はなしです。はい、でも全然あのやっぱ生地張り感あってしっかりしているので、うんうん、透け感とかはないですね、はい、うんうん、問題なく1枚で履いていただけます。です。もしかしたらちょっとこっちのこの、あ、大きい、これ白が入ってるやつだけ若干やっぱ白の部分だけあれですかね。下着のお色だけ気をつけていただければ全然問題なく着ていただけます、はい、なんか後ろもゴムになっているので、ちょっとこうギャザーが施されているので、なんかそんなこうピタッとこうスタッフしなければ全然問題ないと思います。ありがとうございます。ポッケありますか？かなりコメントいただいてますね。ポッケはあるんですよ。あるんですね。しっかりあります、両サイドに。すごい嬉しいですね。これ嬉しいですね。ポッケあるのは嬉しいですよね、うん、結構ね、綺麗めのスカートってポッケなかったりすることが多いですけど、こういうのあるとちょっとね、お出かけするときとかも携帯さっとこうですね。かなりコメント、ところどころの言葉のセンスが面白いです。曲がり角。曲がり角ですね、これは。あ、水野さんのコーディネート楽しみですと。こうで期待してます。ハードル上げてすみませんと。めちゃめちゃ期待していただいてます。ではアウターに、はい、はい、参ります。アウターを紹介して、この、アウタートップスボトムスを使って最後にコーディネートを組んでいただきますので、はい、楽しみにしてください、はい、ではお願いします。はい、アウター1個目が、はい、こちらの撥水ステンカラーコートになります。あ、コートだ、はい、でステンカラーコートって名前ではあるんですけど、襟にタグがこうついてるので立ててもらってこういうスタンドコート、はい、なるほど、最近多いですよね、うん、こういう風に着て、おしゃれ、着
ていただいてもいい、うん、全然雰囲気変わりますよね、はい、水野さん、これもしあれだったらアウターなんで着ていただくこととかって、ぜひぜひ、はい、最初が、はい、確かにこのワンピースにもすごい合うと思います。丈が、あ、でも良さそうっす。うん、あ、いい感じです。可愛いです。可愛いです。肩がちょっとこう落ち気味になっていて、わかりますかね、うんうん、で、腕周り、細さ、ここの幅、はい、幅もちょっとこうゆったりめになっているので、うんうん、今ちょっと薄手のワンピースではあるんですけれど、なんかニットとか履き口とかでも使えるような。そうですね。そうですね、身長が153センチで、はい、まあ、サイズって何サイズとか分かります？ S サイズです。お渡ししてます。153センチの水野さんで S サイズを今着用してます、うん、水野さんぐらい、あ、襟立ててみてください、はい、とコメントいただきました。お、かっこいい。いいっすね、うん、うん、で、これ撥水も。そうだ、そうなんですよ、撥水加工なんで、今から梅雨時期とかも気にせず、はい、はい、できます。めちゃくちゃコメントいただいて、今年こういうことよく見る気がする。あ、かわいいね。かわいい。すごい締まりますね。ね、髪型がこうボブだからいいですね。こういうのってちょっとトライしづらいなって思って、はい、あの、まあ、トレンチコートみたいな感じを選んできたんですけど、かわいいですね、この形。かわいいです。お似合いです。めちゃくちゃお似合いです。あ、コメントもかわいい、お似合いですね、かわいいと。みんな同じ気持ちです。ありがとうございます。お色味が2色で、お色味2色で、今、はい、水野さんに来ていただいてるベージュとこちらのオリーブの2色展開、色展開になっております。はい、オリーブおしゃれですね。オリーブもすごい可愛い。どっちもこき回ししやすい色になるので、はい、そうですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ではお次の、はい、お次、はい、はい、あ、すいません、コメントいいですか。おいくらですかと。あ、こちらのコートですか、はい、税込みで23,980円。はい、これがあの最後にちょっと告知させていただくんですけど、はい、今ちょっとキャンペーンもやってますので、あ、そう、お得なキャンペーンもございますので、はいはい、やってますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、後ろもどうですか。ストンとこう、ストンと落ちるような、落ちるようなシンプルなデザインになってます。すいません、矢口さん、後ろを見たかったということでありがとうございます、コメント。またな、気になる商品だったり、まあ、後ろ見たいとかもしあればぜひコメントいただければ、はい、はい、お待ちしてます。待ってます、はい、では次のアウターお願いいたします。はい、次はですね、こちらです。かわいい、撥水不明ワンナという、これはかわいいな、うんうん、こちら結構あのオーバーサイズな作りになるんですけど、はいはいはい、デザイン的には割とこうフロントはシンプルめなデザインになっていて、で、後ろのこの袖の部分に、あ、こちらの方がもしかしたらギャザーが施されているの で、 いいで、ね、なんか MA1 っていうと結構カジュアルな印象だと思うんですけど、こういうデザインがあることによってちょっと女性らしさも出るので、この先ほどからワンピースばかりに合わせたんですけど、こういうワンピースにも白とかは特に合わせていただきやすいかな。あ、コメントたくさん来てます。袖のところかわいい、袖のゆったり感がいい。そうなんですよ。あ、ちょうど着てみてほしいですと、はい、あ、曲がり角さんが曲がり角さんがいらっしゃいますね。あ、めちゃくちゃいい。あ、かわいいです。かわいいです。サイズ今 M サイズでちょっとお気に入りお渡ししてるんですけど、この感じもいいですね、うん、はい、持ち感がかわいいです。ルースに着ていただく感じ、しかもなんかこんな真っ白な MA1 って意外とないですね。そうなんですよ、意外と思うので、すごいとかカーキのイメージだったので、確かに、確かに、かわいい。しかもあの先ほどのステンカラーコートと同様に撥水加工を施されているので、なんか白でも割と抵抗なく着ていただきやすいかなと思います。コメントありがとうございます。ワンピにも合うのねと。ワンピにもめちゃくちゃ合ってますね、かわいいとたくさんコメントいただいてます。ちゃんとあの袖の部分とかスタンプの部分のリブが効いているので、はいはい、なんかだいぶオーバーに着ていただいてももたつき感なく確かに合わせていただけると思います、うんうん、ありがとうございます。裏地ってどうですか。裏地は裏地ついてます。ついてるんですね、はい、じゃもう今時期からもう全然、そうですね、ニットとか着ててもいいですし、スルンと腕通していただけますし、うんうん、はい、ありがとうございます。あ、コメントいただきました、ありがとうございます、何でも似合うのずるいと。まあ、いや、もう何でも似合いますよね。ありがとうございます。ではアウターがあと一つ
一つ、はいはい、このアウター紹介したら、水野さんにコーディネートを組んでいただきたいと思います。はい、最後がこちらのダブルウエストジャケットになっております。こちらが毎年ビーミングでは毎シーズン、はい、お色変えたりしてこう定番で出してる商品にはなるんですけど、今季は本当に定番のコンブレとこちらのベージュの2色で、サイズ感ちょっとだけこうアップデート、ゆったりめ、ここら辺肩周りだったりをゆったりめにアップデートして出している商品になります。なるほど、なんか3つとも全然雰囲気違いますね。アウター、そうですね、はい、うん、そうなんですよ。水野さんだったら何でも似合うすごい皆さんがプレッシャーだった。でもこういうのって一つあるとものすごく便利ですよね。ワンピースにもスカートにもパンツにも合うし、それを羽織るだけでちょっとこうカチッとするというか、しっかりした場にもそう着ていけるから、すごい私的にはマストアイテムだなっていうふうに思います。ジャケット、ジャケットも着られたりします？着ます着ます、すごい好きです。サイズ感とかもちょっとゆとりあるとやっぱカジュアルな感じでも着れたりするね。それもいいですよね。最近ねちょっとこうゆったりめというか身幅たっぷりめのお洋服も多いので、うんうん、ゆとりのあるジャケットだと、うん、取り入れやすいのかなと思います。いいですよね。コメントいただいてます、はい、めちゃくちゃ使いやすそう。いくらでしょうか？あ、お値段が税込みで2万900円になります。2万900円。私もこれちょっと今季のではないんですけど一つ持ってて、コンブレめちゃくちゃ着てます。もうカットソーに合わせて、うん、いろんなパターンで着られてますよね。合わせてスウェットに合わせて、いろいろ可愛い、楽しんでます。スウェット合わせ素敵ですね。スウェット合わせいいですよね。めちゃくちゃ可愛いです。カラバリあるのも嬉しいって。そうなんですよね。コンブレだけじゃなくてベージュもあるっていうところが、うん、はい、可愛いですよね。お仕事とかでも使いやすいから、うん、ちなみにここの裏地がストライプになっていて、かわいい、まくっちゃったりしても、そうなんです、すごいおしゃれな感じの、おしゃれです。おしゃれですよね。あ、コメントありがとうございます。厚手に見えるのは気のせいですかというコメントが、厚手に見えるのは、裏地もしっかりのがついてるので、どうなんだろう、全然暑くはないです、はい、なんか冬な感じは全くしないですよね。あと逆にオーシーズン使っていただけるような素材感になってるのかなと思います。はい、あ、猫さんありがとうございます。今持ってるコンブレ古くなってきたから買い替えようかな。ぜひ、うん、ぜひおすすめです。ぜひぜひ、はい、これいいですよね。これおすす、本当におすすめです、うん、全部おすすめです。全部おすすめあ、曲がり角さんコーディネートみたいですということなので、はい、あ、はい、はい、サイさんのですね。では、コーディネートのコーナーに移りたいと、まあ、今までちょっと紹介していた、はい、紹介したアイテムを使って、はい、水野さんに春のお出かけコーデというテーマでちょっと組んでいただこうと思います。楽しみにしてます。お願いします。楽しみですねハードルが多分めちゃくちゃ上がってるんですけど、見ていただいている方もかなり待ってましたとコメントいただいてますので、では、はい、着替えてきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。では着替えてちょっと選んでいただいて、はい、着替えていただいている間に、はい、振り返りだったり、はい、もしあの気になるアイテムあればそちらの詳細の、はい、濃いコメントって言うことしたら紹介をさせていただこうと思います。はい、はい、お願いいたします。全部可愛かったからコーデ気になる。ありがとうございます。お待ちかねのコーナー、ワクワクコーデ楽しみ、楽しみにしております。すごい、めちゃくちゃコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと楽しみですね。はい、自分も今まさに選んでくださってるので、はい、なんか春のお出かけコーデっていうテーマなんですけど、はい、なんかどっか行かれました？まあ、とか行きたいとか。いや、お花見じゃないですか。お花見行きたい。圧倒的にお花見したい。なんか新宿御苑とか行ったりして。新宿御苑、はい、行ってみたい。行きたいですね。ピクニック。ピクニックしたいですね。あ、さくらさんありがとうございますコメント。ちょうどジージャン気になってます。ジージャンもありますよ。ありがとうございます。確かにジージャンとかもいいですよね。そうですね。まあ、今回あのアウター3つでしたけど。あの店頭にはもちろんジージャンもございますので、はい、まさにこの商品あります。春ね、デニム、やっぱ着たくなりますね。着たくなりますね、うん、水野さん、デニム使ってくれますかね、パンツ。
どうなんでしょう。どうなんですかね。でも何人着ていただいても絶対素敵なので。そうなんですよね。すごい楽しみ、はい、そこだけは決まってるんですよね。すごい決まってるんです。ベスト可愛い。あ、これもすごい。皆さんありがとうございます。ちょうどあの紅茶さん、あのありがとうございます。お二人のコーデのポイントっていうところをコメントいただいたので、じゃあちょっと宮内さんから。はい、自分コーデのポイント、なんかワンピース着てるんですけど。え、結構いいパフスリーブのワンピース着ていて、うんうんうん、結構こうガーリーな感じの印象になると思うので、私は逆に逆なんですよね。逆にデニムジャケットとスニーカーで割とこうカジュアルな感じで外して着てみました。かわいい、かわいくなりすぎない感じで。なるほど、合わせてみました。ワンピースかわいいですね。ワンピースかわいいですよね。ワンピースかわいいです。全部春物、全部春物になっています。さすがです。もう3月になると洋服屋はみんな春物を着なきゃいけないという、着なきゃいけないという、着たくなる、着たくなる、着たくなりますということなので、挑戦したの、挑戦したポイント、挑戦したポイント、はい、すいません。この春挑戦したいアイテムとかございますか。あ、挑戦したいです、はい、挑戦。でもそれこそツイードアイテムに関しては、うん、確かに挑戦してみたいなっていう気持ちすごいありますね。ツイードのアイテムってなかなか、なんか最近よ、本当よく見ますよね。そうなんですよ、はい、しかもまさにこういうツイードニットとかでしたらそんなにカチッとしすぎないので、うん、なんか年相応な感じで着れるのかなっていうのが。確かにあります。確かにツイードコメントありがとうございます。おしゃれですねと。あ、ね、猫さん、ワンピースかわいい、空張り教えてください。ワンピース。あ、あります。いいですか。はい。ぜひ。で、その間に森下さん、ちょっとコーデのポイントサクッと。あ、これあの今季リミッベスト、はい、やってるやつなんですけど、はい、親子で着ていただけるリンクアイテムになってて。それも？そうなんですよ。そうなんだ。リリースはベストで展開してて、うんうんうん、キッズだとこういう何ですかね、持ってこようかな。あ、ありますよね、ニットの上と下みたいな、はい、トップスとキロットの2つあるんで、そこでリンクさせていただいても可愛いかと思います。可愛いです、はい、ベストがじゃあポイント。あ、で、はい、空張りなんですけど、こちらサックスとピンクとブラックの3色になっています。結構パキッとしたお色で、はい、他の色もすごい可愛いです。スイカみたいで可愛いとかありますでは、ここで、はい、水野さんの準備が、はい、できたようなのでお呼びしたいと思います。じゃあ水野さんお願いします。かわいい。ちょっとアウターは最後にちょっと選んでいただきたいなと思いまして。なるほど、はい、いいですね。ではコーディネートのポイントを、ポイントは、いつもの私だったら、うんうん、手に取りにくいアイテムをどうしても今日は着てみたかったので、それをせっかくだから合わせてみました。ありがとうございます。でもちょっとこのボーダーはどうしてももう一目惚れというか、嬉しいです。嬉しいです。じゃあ今水野さんが着ていただいているアイテムは、カートから、はい、ご購入いただくこともできますので、はい、ぜひ気になるアイテムあればチェックしてください、はい、選んでいただいたら上が先ほどのトップスのボーダーで、スカートがグラミッチと別注のサイドポケットスカートになりますね、はい。水野さん身長が153センチで、はい、S サイズ、上下 S、はい、上下 S サイズで、はい、でもサイズ感もすごいバッチリですね。バッチリですね、うん、やっぱりスリットいいですね、スカート、ね、はい、この、はい、うん、ワンポイントいい感じです。いい感じだと思います。ではちょっとアウターをどうします、お二人にこれに合う決まってるみたいです決まってますか。お願いします。ではお願いします。あ、コメントありがとうございます親子コーデできるやつだ、メンズのやつだ。そうなんですよ、片腕だけボーダーの人、知ってる方いらっしゃいますね。おお、やっぱりメンズのやつなんで、ね、ご夫婦だったりカップルでも出ますし、で、親子でも、はい、はい、親子で、うん、キッズもあるので。そうなんですよ、親子3世代っていうんですか、2世代かおじいちゃん、おばあちゃん、まあ、3世代でも、もちろん3世代でもいけますよねです。ありがとうございます。あ、曲がり角曲がってみてくださいっていう。そんなこと、あ、でもスリットが、はい、これ曲がり角スカートじゃない。これ曲がり角スカートじゃない。スリットがいい感じの、綺
聞いてます、曲がり角で。なんか予想していただいてる方もいますね。MA1 かなと。では、何でしょう。では、アウターお願いします。はい、こちらで。こちらです。おお、あえてのロングコート。はい。ぜひ。では、ぜひ。確かにこのマリンテイストに、あ、いい。かわいい。あるコーデです。めちゃくちゃ可愛いです。ピクニックしたい、ね、したいですね。まさに春のお出かけコーデにぴったりのコーディネートなんじゃないかなと思います。しかもそうですね、水野さんのこの雰囲気にカジュアルなお洋服を合わせるバランスがすごいいいですね。コートで最後こうちょっと水野さんの普段の雰囲気に寄せたというか、うん、なるほど。私も MA1 かなってちょっと思ったんですけど、はいはい、ね、でもそのこっちの長めのコートにすることでちょっと大人っぽさというか綺麗め感も加わって、すごくなんか自分の中でしっくりきました。ちょっと挑戦になったので、めちゃくちゃお似合いです。ありがとうございます。コメントもたくさんいただいてます。アウター着ると 1.5 倍可愛い。春山もっと可愛い。めちゃめちゃ春。めちゃくちゃコメントいただいてます。ありがとうございます。可愛いです。今着ていただいてる商品に関してはカート内からご購入もいただけますので、ぜひチェックされてください。はい、はい、お願いします。それでは、キャンペーンの、あ、はい、詳細をお伝えしたいと思います。はい、ここでアンドモールからのお知らせです。はい、現在アンドモールではお得なキャンペーンを2つ開催しています。はい、まず1つ目は3月10日金曜日までの期間限定、あさってまでですね。はい、期間限定でアンドモール提携クレジットカードでのお買い物で請求時 10% オフになります。そのアンドモール提携カードというのは、はい、そうなんですよ。どういうのっていう、どういったものですか。はい、三井のカード、クレジットカードになりまして、うん、まあ、そちらを使っていただくことで、うん、引き落とし時 10% オフになりますので、一応持ってない方もお作りでご購入いただくことできますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、10% オフでかいですよね。めちゃめちゃ大きいですね。はい、アウターとかだと特にだいぶ効いてくるんじゃないでしょうか。ぜひカードを使ってお得にお買い物してみてください。はい、で2つキャンペーンあるんですけど、この最後の1つ、はい、これがすごいお得な情報で、はい、3月9日木曜日まで、明日まで、はい、一応こちら税込み2500円以上お買い上げいただくと、はい、なんと385円オフになるお得なクーポンを配信しています。385円オフで、はい、ちょうどアンドモールの送料分じゃないですか。そうなんです。送料が無料でご購入いただけるお得な、この機会にぜひアンドモールでお買い物を楽しんでみてください。はい、ぜひ。あ、コメントめちゃくちゃいただいてます。ありがとうございます。 MA1 のパターンも見たかったな。じゃあぜひ、はい、で準備していただいている間にすぐ出てきます。安いけどやっぱりお店で実物見たいんです派。ああ、曲がりくねった加藤さん、新作のオフはやばい、 10% はやばい。ポイントは 1.5 倍かな。ポイントは普通1倍で、足だけ 1.5 倍で始めます。はい、MA1 もいいですね。かわいい、めちゃくちゃかわいいです。白いですね。はい、ボーダーブルーのボーダーいいっすね。ね、はい、ボーダーいいです。ボーダーって可愛いんですね。可愛いっすね。ありがとうございます。さあ、ではもう間もなくライブ終了時間となります。寂しい。皆さん、ここまで配信見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。水野さん、本日のライブはいかがでしたでしょうか。すっごく楽しかったですし、本当にこうファッションのプロの方々にいろいろコーディネートを考えていただけたので、すごく勉強になった時間でした。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今回ご紹介したアイテムは、まあ、何度も言ってますけど、はい、カート内から、商品のご購入もできますので、ぜひチェックされてください。はい、はい、もう一度見たい方や、一部見逃してしまった方、ミーツショップライブでアーカイブ配信があります。お時間あるときにぜひご覧になってください。はい、コメントめちゃめちゃ来てますね。ありがとうございます。やばいやばい、めっちゃ来てます。リーニングに急がなきゃ。ぜひいい、可愛すぎてため息出ちゃう、目の保養でした。はい、1.5 倍楽しかったです。これからも応援してますと。終わりって。キーワード
ードになってますね、1.5倍が。 1.5 倍がホットワードになってますね。楽しかったです、ありがとうございました、とたくさんコメントいただきありがとうございました。ありがとうございます。こちらの配信は、配信終了後約30分ほどでアーカイブ配信が始まる予定です。ミーツショップのサイト内には今後のライブ配信の予定からファッション、ライフスタイル、エンタメなどの動画もどんどん更新されますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、コメントありがとうございます。ありがとうございます。次も楽しみ、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。